アロハこんにちは、 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーガチャバレやっていきたいと思います。はい、今回なんですけど、待ちに待ったファイナルファンタジー10ガチャですね。あのレポートにもあった通り、幻影の宮殿ファイナルファンタジー10ガチャにてユーナ様のラインナップ、ついにガチャバレ来ました。明日ですね、2022年4月22日開催ということで、ラインナップ見ていきたいかなと思います。はい、まあちょっと僕がこうガチャバレ系の動画をするのはかなり珍しいので、まあ、興味ある方見てくれたら嬉しいです。で、僕の待望のね、こうユーナ様が待ってた新装備が今回3つラインナップ入ってるので、そちらをちょっとフォーカスして見に行きたいかなと思います。で、明日の新装備まず見ていきましょう。こちらなんですが、ユーナ様の D 角で、ジェクトさんの D 角で、シーモアちゃんの D 角で、ユーナ様のリミットブレイクリミットチェイン、ジェクトさんのリミットブレイクリミットチェインで、ユーナ様の新奥義で、モアシーさんの新奥義で、ジェクトさんのシンクロで、ジェクトさんの戦技、モアシーさんの戦技が、これがブランニュー装備としてラインナップに入っております。で、こっからなんですけども、僕これ初めこうガチャバレ見てスクロールして、もうまずびっくりしたっすね。まずユーナ様の D 角2、最初こう D 角かと思ったんですよ。いや、 D 角1使ってなかったしなみたいな感じだったんですけど、こうまず最初に文字見た時に、あれっつって、待機なしで味方全体限界突破レベル1の特大回復、または味方が戦闘不能の場合には戦闘不能から復帰させる、かっこ復帰時 HP 極大プラスヘイスト、待機時間2ターン短縮で、自身に生属性重式まといと、これはかなり熱い。しかも限界突破レベル1アップ、これは結構熱いと正直思いました。プラス君の、指笛 D 覚醒モードついてるので、これまずびっくりしたのは、ユナ様は僕ヒーラーでエンドコンテンツ使ってるんですけど、特にあれな、まあ基本的に戦闘不能を出さないっていうのはまあ基本なんですけど、特に復帰させるのが必須になってくるとか、まあ、フェーズ飛ばすっていうのもあるんですけど、純白オーディンとかだとデスとか死の宣告とか来るじゃないですか。で、そのタイミングで戦闘負の回復させる超絶とか覚醒を使ってあげるっていうのが結構ポイントになってくると思うんですけど、そうなるとユーナ様だとスピラ使わなきゃいけなくて、あれって即発じゃないんですよね。即発じゃないので、そこを調整しながら使ってあげないと復帰できなかったんですけど、まあ、もしこれを使うとなると即発で復帰できるので、ちょっとタップ待機してて死の宣告来た瞬間、こう倒れる瞬間に使えるとか、デス来る瞬間でこうパンパンってこう速攻復帰できるっていうのができて、さらにヘイストもかかるから、これかなりいいですよね。で、さらに2ターン短縮ばらまけるのでかなりいいと思います。で、限界突破レベル1も来るので、純白オーディンくらいだったら多分まとってなくてもその属性で攻撃しても、ラビダンとか特にそうですね、ラビダンとかだったらその属性じゃない召喚獣でも幻突したりするので、特にモグのバフとかかかってるとカンストしたりするので、まあ、十分多分火力は出してくれるのかなと思います。で、 D 角1と違うのは、 D 角1って魔力精神バフついてるんですよね。それがあるんですけど、まあ、覚醒3に魔力精神バフがついてるので、それと D 角合わせても多分バフかぶっちゃってるからなんですけど、そしたらこっちと相性はいいのかなとかちょっと思ったんですけど、まあそんなにゲージをね、そこに割り振るかっていうところもあるんですけど、まあとりあえずこれ回復特化型の、特化型っていうほどのあれじゃないですけど、回復 D 角が来てくれたのは個人的にかなり嬉しいですね。もうこれでどこ行ってもこう即発で蘇生できるのと、ヘイストばらまけるのが、ヘイストと短縮ばらまけるのが嬉しいですね。個人的にこの2ターン短縮、ユナ様はお歌とか歌えないので、短縮こうアレグラとか使えないので、超絶で2ターン短縮をばらまいていくっていうのを僕よく使うんですけど、別にそれでタイムアタック勢ではない、タイムが早いわけじゃないんですけど、そこで即発にしてあげたりとかっていうのを調整したりするんですが、その引き出しが1個増えるっていう意味ではとても嬉しいですね。これは嬉しい D 角です。で、まあここは
もう一回放つとかもう二回放つじゃないんですよね、これ。まあ、そこがちょっと寂しいところではあるんですけど、まあ、白魔法アビリティの待機短縮でこう召喚と短縮して、まあ、追撃でね D 笑顔の練習があるので、そこでまあ追撃回復できるのはかなりポイントは高いかなと思います。これは嬉しい。新しく出てたシンクロ3とか、あ、シンクロ2か、シンクロ2 と、覚醒3だとあまりちょっと回復的には使えないやつだったので、もちろん覚醒3にも回復追撃あるんですけど、多分あれはどっちかというと攻撃寄りで使った方がいいかなと思うんですけど、実戦になると結局使わなかったりするので、まあ、覚醒1、覚醒2がやっぱり優秀で、覚醒攻撃するんだったら覚醒1の方が追撃回復のことを考えるとこっちの方が優秀かなと言いますね。まあ、覚醒3だとあの短縮ばらまけるのも2ターン短縮があるので、それも結構でかいっちゃでかいんですけど、即発じゃないのでね、そういった意味でも追撃回復回復でいくとするとちょっと弱いかなというのがあるので、結局高難度では使ってない、まあ、試してないっていうのもあるんですけどね、結局覚醒1覚醒2を使ってたので、でここで D 角が結構使えると思いますね。これ高難度でも使っていけるやつだなって直感的にすごい思いました。でこのなんだろう、回復のまあシフトすると1回だけなんですよね。1回だけなんですけど、召喚アビリティ生じ2回放つで、まあ、短縮でブースト、召喚アビリティのブースト中もつくので、まあ攻撃にも使えるかなと思うんですけど、まあ、ここ難しいところっすね。まあモグとかのあのバフのタイミングの前にちょうど使って打つみたいなになるのかなとか思うんですけど、タイミング的にちょっと難しいんで、これ回復で使った方がいいのかなとか、余裕があったらシフトして攻撃するとかなのかなっていうのあるんですけど、また使い勝手はちょっと見てみたいですね。でこの追撃の D 笑顔の練習なんですけど、発動するたびに回復量が上がる、味方全体小回復で最大2段階なので、どれくらい回復するかっていうのもちょっとこれはあれですね、まあ、ハブート霊式とか、まあ、そういう高難度でちょっと追撃回復を見てみないとあれなんですけど、僕の体感的、まあ、ちょ正確な数字は分かんないんですけど、まあ、参考までになんですが、バハムート霊式とかでアンチヒール食らってる時の追撃回復大体多分3000とか4000ぐらいなんですよね。で超絶使った時の回復も、まあ、3000とか4000ぐらいなんですよ。で小回復の最大2段階っていうのが毎ターンどれくらい回復してくれるかっていうところが、まあ、ちょっと3000、4000は回復してくれるのか、1000、2000ぐらいなのか、アンチヒールの時で、アンチヒールじゃない時だったら別に特にもう常にオーバーヒールで回復、ユラ様の精神とか追撃で十分賄えるので、アンチヒールの時にどれだけこれ回復量があるかっていうのもちょっと試してみたいかなと思ってます。で一応僕もこの D 角はちゃんと狙いに行きます。でジェクトさんなんですが、ジェクトさんの D 角限界トップレベル 1.7 回連続一般的なやつですね。で FF10 のシリーズ生存人数において通過効果があると。なるほど。で闇と炎属性で、使用時2回放つ、2回放ついいですね。さらにアビリティ使用するごとにセットした闇属性炎属性アビリティの待機時間短縮3段階短縮もできて、2回放ってくれて短縮もあって、さらに使用するたびに追撃最大2回、これいいですね。追撃も2回やってくれると、これかなりいいんじゃないですか。これかなりいいんじゃないですかね。ダブルス次の行動に応じた十式まといと。で生存人数が0から3人の場合だと、敵単体、ボーマーセーダウン、おー健康デバフをやってくれると。なるほど、ほう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 、健康デバフやってくれると0から3人の場合、ほうほうほう、アリゼー様タイプっすよね。アリゼーお嬢様と同じ D 角もそうですもんね。アリゼーお嬢様です。でシリーズが4人以上だとフルブレが入ると。なるほど、ほう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 、面白い。まあ、ちょっとあれですね、ユーナ様コンプ狙ってるんで、その間に出てくれたらちょっと面白いなっていうのは正直思いました。で追撃ですね、2回だけある追撃 D ビーストストリーム、これなんですけど、敵単体に弱点微弱がつくと威力が上がる6回連続の闇炎無属性攻撃、6回のこれを2回やってくれるってことか。なるほど。でモアシーパイセンなんですけど、
7回連続自身の魔力精神アップ、魔法タイプだと結構一般的なやつですよね。でブースト中で2回放つ、アビリティ使用するたびに敵の闇属性レベルが低いほど、耐性レベルが低いほど効果が上がる追撃最大3回邪悪な槍。おこれも1回シフト2回か1回だけ継続するタイプなのかな。メイアビリティを待機なしにするよどんだ思想、何これ。あ健康デバフついてるのか。で弱体、なるほどなるほどね。あ弱体のこれ0から1ダウンしてる場合だと敵単体に限界突破レベル3の攻撃、2以上ダウンはマックスまでダウンしてる場合だと限界突破ダメージ、限界突破レベル3、敵単体に限界突破レベル3アップの攻撃か。へえ。カンストしてくれたら結構熱いですね。弱体結構してると、あ待って、ダメージ限界突破可能のか、限界突破レベル3、限界突破可能なレベル、これなんだろう、カンスト99,999出るのかな。まあ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 、モアシー様はね出なくていいかなと個人的にちょっとまあ好きな人はすいませんね。でリュックさんの D 角なんですが、リュックさんの D 角は再販のやつですね。僕もこれ持ってるので、まあ、出たらまあ超連アップあざすってことでカウントはしていこうかなと思います。新規じゃないのでここはスルーしようかなと思います。でユナ様のじゃあリミットブレイクリミットチェーン、まあ、リミットブレイクリミットチェーンは来るかなと思ってたんですけど、生属性で来ましたね。待機短縮なしで生属性のリミットチェーンを発動、最大150は生属性のリミットチェーン発動中の場合は最大チェーン数をリミットブレイクする、上限プラス25プラス敵単体に限界突破レベル1アップの10回連続の性無属性魔法攻撃と、これ熱いですよね。で自身にチェーンフォースモード優な性で ATB 蓄積を1回なしにすると、これいいですね、これはいいですね。で僕結構ユーナ様チェインも生属性使ったりするので、まあ、これは美味しいかなと思いますね。で生属性のリミットチェーン特定のカウントごとに50ごとに追撃ね、生の導きユーナで、これは敵単体に自身のコナビリティを発動するたびに威力の上がるダメージ限界突破可能な生無属性魔法攻撃で、自身の生属性アビリティの待機時間を2ターン短縮、自身の2ターン短縮、これもアタッカーユーナーでいくと結構いいかもしれないですね。まあでも回復ばらまいてアンチヒールからって回復量低くでもそこでオーバーヒールさせることも可能かもしれないし、攻撃でこうガンガン攻めてガンガン稼ぐというのもありかもしれないですね。これも狙っていきます。でジェクトさんのリミットブレイクリミットチェーンはシリーズですね、シリーズのリミットチェーンで発動は、10シリーズのリミットチェーン発動中の場合は最大値、まあ、いつものやつですよね。で自身チェーンフォースモードで、これは何なんだろう、追撃アビリティを発動するたびに威力の上がるダメージ限界突破可能、2ターン短縮、ユナ様と一緒ですね。はい、来ました、これはもうね多分ユナ使い、ユナもう待望の新奥義、さすがに新奥義は来るだろうって思ってたんですけど、まあ、今回の点ガチャじゃなくても、まあ、いずれ来るだろう。で今回クリダンの召喚のやつもユーナ様の名前のピックアップの名前載ってるので、どっちかに入ってるだろうっていうのは思ってたんですけど、点ガチャの方に入ってましたね。しかも名前が超いいです、召喚バハムート超いいですね、演出がめちゃめちゃ楽しみ。はい、でこれ結構個人的には性能すごいいいなって僕は思いました。使いこうヒーラー、まあ、アタッカーとしても使 う, もう攻撃しながら回復する、もう僕のユーナー使いとしてはこれは僕正直嬉しかったですね。即発で味方全体の中回復、まあ、回復をゲージ使わないで即発で中回復できるプラス踏みとどまる状態にするっていうのがあるので、かなりいいかなと個人的に思いました正直。プラスヘイストなので、この特にこのヘイストがいいですね。
このプロシェルヘイストって僕結構使わないん、多分僕ラビダンから使ってないんじゃないかな。ラビダンのボスからプロシェル戦技使ってないんです。僕ラビダンユーナ様でヒーラーで行くんですけど、プロシェル使わないんですよね。まあ、物理の方だとオーラン使ってるので覚醒で入るんですけど、モグユーナで使ってて、モグちゃんの風のラプソディでヘイスト入れるみたいなのやってるので、ユーナ様も開幕ゲージため使うんですよ。で2ターン目に召喚魔石使うみたいな。で3ターン目にだいたい覚醒2使ってたんですけど、あれ踏みとども入るしフルブレ入ってみたいなのがあって、まあ、その覚醒2を使うタイミングをずらせるかなっていうのもあるんですよね。あとヘイスト使えるからモグちゃんの行動もちょっとずらせるかなとかいろいろ考えちゃうんですけど、そういった意味でこのヘイスト使えるのは、特にこう僕ラビダン集会とか、ラビダン集会とか魔石集会するときも必ずユナ様入れてて、ユナ様攻撃もちろんするんですけど、ヘイストかけるのがあのプロシェルで戦技でやってたんですけど、まあ、これ開幕使って限界突破レベル1上げてみたいな、あのかなり熱いかなと正直僕は思いました。はい、限界突破レベルも上げれるので。で、あの2回目の発動は一般的なやつですよね。敵単体20回連続の聖&風無属性召喚魔法攻撃プラス限界突破可能な聖風無属性の攻撃、バーンといくと3ゲージと。で、新奥義強化、ユーナ中の召喚オア白魔法アビリティの発動時に応じて召喚バハムートの威力と限界突破レベルアップ、最大1段階アップと。いいですね。で、これはもちろんあれですよね、1回目の自身のステアップと必殺技の時間短縮ゲージダウン、これももちろん狙って超連マックスしていきたいと思います。で、ジェクトさんのこちらは再販ですね。再販なんで割愛したいかなと思います。で、モアシーパイセンのやつも、まあ、これは一般的なやつですかね。待機なしでまとって限界突破レベル1と、で20回連続の攻撃で最大効果は、限界突破レベルは2段階アップと、だいたい一般的なやつですよね。で、ジェクトさんのシンクロ、これは 新規ですね。で、敵単体に15回連続の闇炎無属性遠距離物理攻撃プラス一定時間クリティカル率を 100% にすると。いいですね。自己クリティカルバフがついてて、限界突破レベル1アップ、ダブルスフィアモード3で味方全体10シリーズの人数に応じて追加効果で、シンクロアビリティがまず左側が敵単体に発動するたびに攻撃回数が増える468の回数の闇炎無属性遠距離攻撃と。で、発動条件闇炎は炎で、シンクロアビリティ2の方がライズフェスト、これは、敵団体に限界ダメージ限界突破可能な闇炎、物理無属性の遠距離物理攻撃と。で、自身の闇炎のアビリティのダメージ3ターンアップか、3ターンダメアップ、熱いですね。まあ、これ結構このタイプ結構僕好きではあるんですけど、右左左左とかでいいのかな。で、ダブルスフィアモード、次の行動に応じた、アビリティに使用すると、まとい重視中といいんじゃないですか。で、味方の10シリーズの生存人数に応じて追加効果、味方の10シリーズの0から3の場合だと一定時間敵単体の全属性レベル1段階ダウン、味方の10シリーズの生存人数が4人以上いる場合は単体の全属性3ダウンといいんじゃないですか。悪くない。ジェクトもちょっとね、出るならちょっと欲しいかなと思ってるんですけど、まあ、あくまでもユーナ様狙いで今回もフルコンプ狙っていきたいと思います。まあ、そんなに早期撤退は僕の多分今までのこのユーナ狙いガチャではないと思うのでね、楽しみにしていただけたらなと思うんですけど。で、ジェクトの戦技新規ですね。これは必殺ゲージ待機なしで自身の3ターン短縮ゲージ1個貯める、割とこれ最近の旬のやつですよね。で、モアシーさんは敵単体の闇属性レベル2からダウン、自身の攻撃力2段階ダップ、これまあいいんじゃないでしょうかね。はい、まあ、ざっと見た、まあ、ここからはあと2段になるので再販になりますね。確かラインナップはパインさん、アーロンさんとブラスカさんですね、だったと思います。なのでここは割愛していきたいと思うんですけど、ステアップ、ユーナ様の新規ステアップ多分ないですよね。リミットブレイクチェーンと新奥義と、新奥義はステアップないから、リミットブレイクチェーンもステアップも
ないですもんね。リミットブレイクチェーンもステアップない、 D 角もステアップないから、はい、ステータスアップはないんですけど、まあ、ユーナコンプガチ勢の僕としてはユーナ使い、高難度ユーナをなんとかして使っていくみたいな僕としては、なんとかここは全部フルコンプしていきたいと思います。まあ、もちろんコンプするまでガチャは回すと思うので、ぜひ4月22日、もしこれ時系列で違ってて、もうすでに動画上がってる方も見てくれたら嬉しいと思うんですけど、僕はこの当日4月22日に動画上げますので、見てくれたらすごい嬉しいです。でもう必ず超連マックスにします。もう秘伝書、秘伝の秘伝書は超連の書は貯めてあるので、即超連連度マックスにしたいと思います。なので、ね、ちょっとこの今回幻影の宮殿ファイナルファンタジー10ガチャ、僕ちょっと本気出して回していこうかなと思います。まあ、ちょっと残念だったのは、まあ、ゆなちゃんに健康リミットブレイク戦技かなんかそういうの来るかなってちょっと若干思ったんですけど、まあ、シリーズガチャだったんでね、シリーズ系のガチャだとさすがに多分それはまあないだろうなっていうのは思ってはいたので、次のクリスタルダンジョンの召喚ガチャ、まあ、ここもユーナさんもちょっと期待していきたいかなと思います。もしかしたらワンチャンもう一回 D 角入れてきたらちょっと面白いですよね。風の D 角みたいな、何が来るのか、でもそう考えると想像できなくて、リミットブレイクチェーンもこの生息数で来てて、ワンチャンユーナちゃんでここシリーズのリミットブレイクチェーン来るかなと思ったんです、てか来てほしいなって思ってたんですけど、ジェクトさんが持ってってたので、そう考えるとクリスタルダンジョンの、まあ、ここからちょっと僕の考察というか予想になるんですけど、何が来るのかなと思ったんですよね。でちょっと今考えてるんですけど、まあ、その風 D 角、今更でも風 D 来るかっていう話もあるんですけど、風 D 来て2回放つとかだったらかなり熱いんですが、まあ多分それはリディアみたいにこう攻撃特化型の D 角をユーナ様にこう持ってきてくれるのかなっていうのも、まあ、期待はしたいんですけどね。そしたらかなり激アツだと思うんですけど、それか召喚のジョブ用のチェインがユーナちゃんに星7チェインとして来るか、それはそれでかなり熱いんですけど、それが来るか、まあ、もしくはリミットブレイク戦技で健康デバフ来たら熱いかなっていうのはありますね。あとマテリアが少ないので、マテリアなんかちょっといいの来たら嬉しいかなと思うんですけど、まああのあれで、まあ、攻撃を魔力寄りとヒーラー寄りで使い分けてるから、それはそれでいいのかなっていうのもあるんですけど、まあ、新規ちょっと期待しちゃいますよね、ユーナ様で。僕がまだずっとユーナ様諦めてないのはやっぱりですね、クワッドエレメントモードのシンクロ3来るの待ってます。原作ではユーナ様、まあ、バルファーレ、イクシオンとイフリート、シバーとかこう使ってて、それぞれの FFRK で言ったらバルファーレだったら風、イフリート炎、シバー氷で、イクシオンで雷、まあ、この4つのクワッドエレメントの出てもいいんじゃないかなって思います。レコードキープしてもいいんじゃないかなと。他の召喚獣だったら、まあ、アニマとか用心棒とか、まあ、バハムートはこの奥義系で来てるので、オーバーフロー奥義と今回の新奥義でバハムートよいしょ使ってるので、まあ、それはいいんですけど、属性的にもそういうなんだろう炎とかそういうわけじゃないんで、まあ、アニマとかでね、ユーナ様アニマでこう闇使えるようになるっていうのもかなりロマンがあるんですけど、あとメガ三姉妹とか、まあ、ああいうのはちょっと覗いといて、まあ、バルファーレ、イフリート、シバ、イクシオン、この4つで、まあ、リディアの三属性使えるみたいな、まあ、タイタンとあれか、シルドラじゃない、なんだっけ、ミストドラゴンと、リヴァイアさん三属性いけるみたいな、まあ、ユーナちゃんちょっとその回復どうですかね。そしたらやっぱり結構やりすぎちゃうのかな、強くなりすぎちゃうのかなっていうのもあるんですけど、なんだろう、ちょっと期待しちゃいますね。クワッそのヤシュトラがこう4つ使えるみたいな、クワッドエレメント使えてるみたいな感じで、まあ、ユナ様も
召喚タイプでガッツそれぐらいやってくれたら、まあ、結構熱いかな。それは結構まだちょっと期待してますね。でもあの英雄神器が実装された時に聖属性風属性ダメージ 5% アップだったら多分ちょっとその期待がないんですけど、弱点は微弱のタイプだったらもう最高ですね。もうそれしたら最高発狂ものですね。で、まあ、あと覚醒4で寄りまた回復特化型が来てくれたらいいかなと思うんですが、今回の D 格これが結構回復寄りなので、回復型なのでそれもまあその厳しいかなと思いましたね。僕はなんかスピラの超絶上位版が来てほしいなと思ったんですけど、それがもうこの D 格っぽい感じが、もう多分これが D 格のそれが上位版かなと思うんですけど、うん、だから覚醒4は来ないのかなと。まあ、追撃回復がないようなもう攻撃特化型の覚醒が新しく出てくれるのかなと思うんですけど、覚醒3が若干そのタイプ追撃タイプの生属性ですけど、なのでそれもちょっと薄いかなって考えると、まあシンクロ回復特化型はもしかしたら来たら熱いかなと思いますね。ちょっと期待するのはいわゆるこのヒーラーで攻撃追撃があるやつ、あのタイプが来るのかなと若干予想はしてるんですけど、まあ、あれだったら欲しいですね。使いたいとかだとなんつうか、もうあとほんとチェイン星7チェインでそのジョブチェイン、まあ、ユナ様実験台になるのか、まあ、割と実験台になる傾向があるので、星7チェインのジョブ枠なのが来るか期待するのはそこか、まあ、リミットブレイク戦技、これはもう僕の願望なんですけど、健康デバフが欲しいかなっていうのと、まあ、僕の中のロマンはやっぱりシンクロですよね。シンクロその回復特化型のやつか追撃あるタイプの攻撃するタイプの風なのか、まあ、ロマンとして僕のロマンとしてはクワッドエレメントモードの攻撃シンクロが来たら熱いかなと思うんですが、まあ多分ここで3つ入ってるのでユナ様新規入ってても1個ぐらいなのかなと思うんですけど、ここは新しいダンジョンなので2個3個入ってたらもちろんラッキーというか、もうもちろん全部狙っていこうかなと思ってます。で今回はちょっと珍しくガチャの考察というか、まあユナ様のガチャだったので気合を入れるために今回動画にしてみました。まあ、当日ガチャ動画もうすでに上がっている動画がもしある場合だったら見てくれたらすごい嬉しいので、 DJ ソラーズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパー動画楽しんでくれたら嬉しいです。ユーナ常にコンプしていくのでそこを見届けて、もしかしたら爆死動画になってるかもしれないので、爆死だった場合はバカ野郎とコメントしてくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。 DJ ソラーズメロージャム TV チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。